こんにちは。こんにちは。コストコラジオです。はい、続いてはですね、ソファーコーナーに来ました。ソファーコーナーはこんな感じですね。何これ？キリン？キリンじゃないね。なんかさ、これがキリンに見えた。つまんでるんだね。大胆な花柄。結構有名なソファーで。へえ。カバーがね、選べる。エクトルック。あ、そうなの。カバーがいろいろと選べる。これで4万円ぐらいですね。大きさもいろいろあります。でこんな感じでソファーがたくさん陳列されてて、座るのもね自由だからね。これは結構個性的だね。個性的、強いね。こんな感じで上にもねソファーが展示されてます。次、高級ソファーコーナーに行ってきます。はい、続いて高級ソファーコーナーです。じゃあじゃあじゃあじゃん、このシャンデリアも可愛いね。ソファーを取りに来たのにシャンデリアが可愛い。こんな感じでおしゃれな革張りのソファーがこちらのお値段16万円で、しっかりした作りね。そしてこれはおしゃれ、強いね。これもねなんか有名だよね、ストックホルムシリーズ。こちらはこの間じゃ嵐の二宮くんが来てたね。ここね、嵐の二野くんが座ったシートでございます。こんな感じでソファーコーナーでございます。はい、ソファーのモデルルームです。実際に置いた感じがこんな感じになります。じゃじゃん、広いおしゃれ、非常におしゃれな感じ。このライトも平成ジャンプの山田くんが買ってたね。平成の山田くん買ったらしいですなんか独特だね。独特。このデザインで1万円。はい、こんな感じでの部屋の印象で。テーブルも可愛い。テーブルもこれ可愛いね。うん、7万5000。このライトは。これも1万円。1万円。2000円です。はい、こんな感じでソファーコーナーでした。じゃあ続いてのコーナーはまた次の動画でご紹介します。バイバーイ。